の村長さんからあのいただいて、ここの地元の、ヨシエと申します。村長さん、あのまああのヨニちゃんたちのグループが一番最後に入らせていただいた、3,4 年なるかね、顔はずっと前から来てましたけど、それまではほとんど鳥打ちでやっておりまして、まあ自分も20歳からずっとやって、今年で60になりますので、40年ですね、40年ぐらいになりますけど、それ4年くらい前にやっぱこの人と仲間に入れてもらってから大物を始めて、ライフルもその頃から買って一緒に歩いたような状態です。24年生まれです。はい、職業は今は直宅で、とりあえず58歳でうちの J 塩尻市に勤めてまして、役職定年ということで去年だ定年になりまして、今は食卓で霞食って1000人じゃないです年金も何もありませんので山菜食って生きようと思ってないときもあるのでどうしても現金収入が欲しかったので働いておりますけど、ぜひよろしくお願いします。また機会があったらここへぜひお出かけください。あのカッツルっていうカッツルさんところなんですけど、皆さんカッツルさん、カッツルさんって呼んでるんですけど、まあ、カッツルさんって呼べばそれでいいかと思いますけど、まあ、この辺でなんか悪さしたらヨシエさんの友達ですって言われる。カッツルさんって言えばね、多めに言ってもらいますので、それだけ幅があります。最近柄の悪いやつよく来てるぞ。なんかカエさんの方から来てるみたいな。カッツルさん、この辺の説明をちょっとね、さっき電車がこの人入ってんだぞ。あ、この人もねえ、まあ、通ってるって話をしたら嘘だとか言う人がいて、いや誰も駅はどこにあんだとか言うから、位置はね、ちょうどあのバイパスありますよね、あのバイパスのこの道と重なるところにここに井戸が掘ってありまして、その下を岡谷から塩尻までトンネルで通っちゃってるんです。中央線、中央線、あの薄の中央東線です。あ、トンネルですよね。昔はこう、鉄道経由で地下鉄だったんですよ。地下鉄実際ここがね